ぬっとこう入れれるわけだ。そして、はっ！やだ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 。どうも、アダシです。はたやん。はい。すごいとこに来ちゃった。なんか、隣のお方が。はい、体、ゴルフチャンネル。ちょっと正式名称、ちょっと原田ゴルフです。原田ゴルフ。原田ゴルフ、原田です。ちょっとグダグダ俺らのグダグダ感出ちゃってるこんな感じのチャンネルなんだ。大手チャンネルだから。大手で同じぐらいでしょ。いやいやいや、10倍同じで、同じぐらい一緒にやってる時間同じぐらいやってる歴だけはね長いから長いけど、うん、でも前編ではあの原田剛志さんの方で僕のあのグリップの使い方をヘッドを走らせるっていうね。そうですね、教えてもらいます。ただね、重要なのは後編だったんです。後編のこっちに回しといた。ありがたい ね。こっちでちょっとバシッと行きたいなと思うけど、まず前半の方はこのチャンネルの方でやってるので、原田剛志さんの方で前半ありますので、まずそちらをチェックしていただいて、うん、それからちょっと今日はね、もう一回やってみて、はい、僕のチャンネルでやったのは飛ばしのグリップっていうことなんだけど、はい、まあ、300ヤード飛ばす、まあ、250ヤードコンソールということ で、ね、はい、まずグリップをどうするかっていうのをやったんだけど、はい、それだけでもやっぱり心もたない、ね、なるほど。ところで、はい、どういうところで飛ばしをより、効率よく飛ばせるかっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけども、まずね、はい、感じちょっと見てて、はい、タイミングをまず作ってほしいんですよ、はい、どういうタイミングかっていうと、入れるところを入れる、はい、抜くところを抜くってことだね、はい、だからスイングって、はい、ちょっとこれでやってみようか。この叩きつかれてすごい音もうみんなに叩かれてね、かわいそうにね。でこれってこう力をこう入れるところね、入れた時にここはもう抜けてるんですよ、当たった後はね、はい、ここは抜けてないから。だから要するにアダスさんのスイングを見てると入れっぱなしみたいな感じ。そんな感じです。そうでもそう思います、はい、そうじゃなくて入れたらもう終わりなんだと、この後はないんだっていうところで言うと、はい、ここが入れるところになるんだよね、うん、入れて抜くっていう感覚になる、ってことはここってどこなのって話で、それがダウンスイング出力が出るところになるんだよね。でここで入って抜くんだというふうになるっていうのが本当になる。で例えばさ、今、はい、ここの位置からもう上げたところからでいいから、はい、ここから入れて、ここでたこの時は抜けてるわけ、はい、つまり入れて抜けてる、できる、ぶっ飛ばさないでねなんか怪しいね、ちょっと力入ります。入ったでしょ、はい、今ね、うん、そう、はあ、ってことは、はい、入れと抜くってところがないとこういう風にできない。ずっと入れっぱなしもダメになる、ね、そうすると、ちょっと見て、はい、つまり上げるときに、はい、入れるの、はい、抜いて入れる、ってことは入れ抜き入れっていう、はい、このタイミングになるんだよね、はい、入れ抜き入れ抜き入れ、で抜きの時っていうのはどっちかっていうとこう本当に抜いてるの で、はい、こうでクラブに仕事してる状態でこう仕事こう、はい、あこのぐらいの感覚でこう、はい、はっ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 はこう入れるところを作るんだけど、抜いてでまた入れるみたいな、はい、そうで、要するに打ったらまた抜くんで、はい、入れ抜き入れ抜きだよね、はい、4段階だね、はい、そうでもそういう感覚ってすごく重要になってて、はい、どうしてもこうどうしてもこういう感覚っていうのが出てくる、ずっと握ったままみたいな、はい、
感覚になるので、本当僕らだとこうやってこう手離せるっていうか感覚になる。で、やっぱりこの叩いた時に僕のらの場合はこう打ったらこのコア真ん中を叩いてる感覚なんだけど、うまくいかない人ってほらこうやってこうなんか表面だけ叩くんだよね。こうやって変になって動いちゃう。そうそうそう、それぞれ芯に当たってない、ね、そうそうそう、曲がっちゃうっていうか、ちゃんとこう抜けてる感じになるから、これが抜けてると、じゃあ実際これでやってみよう、はい、ボールで。これがボールの状態でいくとどうなるかっていうと、一回入れる、はい、で抜いて、ここで止まれるかどうか、でこの時手離せるかどうかなんでね、はい、ここで終わりできる。うわ難しそうだな。インパクトで終わり。おお、そうそうそう、終わり。そう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 、もう一度。そう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 、ヘッドを走らせる感覚ってそこで出るんだよね。抜いて入れる。そう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 。シートネット入れ、そう。入れて抜いて入れた時に終わるみたいな、無調。そう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 。だから、はい、感覚としてはバックスイングでここから。このところだ、はい、ここが抜けてないけど、抜けてないけど、はい、とぬっとこう入れれるわけだ。この抜きと入れのタイミングができると、はい、またここで抜けれる。あ、もうここで抜けてるからここでいいよ。そうすると叩けてくるから、そう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 、はい、そうするとちょっと一緒にちょっと、はい、ボール一緒にやる。こうやって持ってまず上げて離してもらう。そう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 。したら、おりゃ、おりゃ、そう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 。入れ抜いて入れるっていうね。そう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 。だからこの力が下に入ってる時に、はい、おりゃってすると、はい、タイミング飛ばしのタイミングになるわけ。わあ、そうそうそう。そうするとちょっとこういう感覚を踏まえて、はっ、はっ、そして、はっ。やばいやばいやばい。振りが違うすぎて。すごいよ、勢いが違う。この感じをちょっとね、やってみよう。勢いが。ここが勝負になってる、飛ばしはね。はぁ、あ、はぁ、あ、はい。おぉ、当たった。当たりはした。当たったね。こんなんだけどね。でも、今って多分僕ここが力入ってる気がするんですけど、うんうん、もうちょっと、まあそこら辺は自分で調整するのか、はい、だから抜きがないのさ、抜けてないのに入れてもダメさ。だからここの構えて、はい、ここまで来て、ここが抜けてないと入れるっていうタイミングと、また当たった後はもう関係ないから、はい、抜けてないですね。そう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 、抜くと入れるタイミングが作れるんで、はいはい、ちょっと違ったね、今。違ったよね、今までとね。抜いて入れる、抜くと入れるタイミング作れるから、はい。力強くない？今のは良かった。感じ違うよね。はい。OKOK。でもいい。ちょっと当たりが。いけるいける。うん。お、これなんか違うんだよ。うん。動画に出てるかな、この凄さが。いや、これね、感覚が全然違う。触れてるね。見てて違う。うん。だこれ結構さっきのグリあの初めの動画のグリップと連動してるんだよね、はい、今もちょっと意識しました、うん、そうですね、はい、グリップがちゃんとできていて、この入れと抜きの感覚がこううまく融合すると、うん、ちょっとスピード出るはずなんで、うん、違ったタイプ打ってて違う感じしてる、うん、エゾゴルプロに打って、あ、打って打ってもらう、さっきの感じ、そうです、はい、ちょっと抜けと入れの感じを少し出して、はい、まずグリップの、はい、さっきのまとめだね。まとめでちょっと、はい、まず指で、あっちのチャンネル、僕のチャンネルでも話したグリップだね、はい、指でやるとこうやってしなりが出ると、はい、
それがまず第一段階。でそれができたら、まあ、握らないようにして力の入れるとこと抜くところでまた入れてこう入れていくところのタイミングを作っていくと、抜きの時間が長いとね結構飛ぶんだよね、ここで抜いてる時間抜きのタイミングを作るんだよね、ここで抜いてる時間抜いてる時間抜いてる時間抜きのタイミングを作る。じゃあ入れっぱなしだと、間がなくなっちゃう。間がない感じ、ね。ただこのだけ抜くと、結構自分とクラブが繋がってない時間が長いんで、モロ刃の剣もあるんだ。なんか不安感はあるもんね。うん、確かに。だからこれをドラコンの競技の時は長い時間やるわけ。うわだけどこれは。そこまでやっぱりラウンドの時は厳しいから怖いです、ね、ちょっと気持ち抜くっていうぐらいにしてあげれば、はい、あのこうちょっと抜いて入れたらちょっと抜いてで このぐらいで効率よく200、340いけるっていう、はい、すごいねいくと、はい、いいんじゃないかなっていう。いや、はい、OK、どうもありがとうございます、はい、ということで、はい、エゾゴルすごかったすごかったね最後で俺やっぱねずっと力入ってたわ、うん、手もガチガチだし、はいはい、もう最初から最後まで、うん、なんかずれないようにずれたりガチガチってしたけど、うん、抜くのとこっちフォアフェンスだけで全然ヘッドも走るし、うん、そうそうそう減速しなかった減速しないよく言われるんですよトップでここが最速になっててここ最速の音ここが減速最速の音よくねインパクトで減速してるって言われてるんですよねトップ最速の男ってよく言われてて、インパクト最遅の男最遅の男って言われてて、ね、返上できるね。これ返上できるかな。お、よかったね。よし。みんなもね、試してほしいですよ。これは見て、はい、あの原田さんの方の1番目と。そうだね。そっちがあるとこっち下地で分かって、こっちはより理解できるから。確かにこっちちゃんとしてないと走んない感じはありました。そういう感じで。ぜひ2本セットで見ていただきたいですね。だけどなんかまだあるんでしょ。次は、ハタヤン編がありますよ、ね、よろしくお願いします。うちのハタヤンもバシバシ。この後また僕のチャンネルと、はい、エゾゴルフでやるってことですか。そうですね。ハタヤンも前編後編で。ビシビシといったような。ぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。よろしくお願いします。